皆さんこんにちは。昭和の流行りの女の子といえば誰でしょうか。八代亜紀さんもそのうちの一人と言えるのではないでしょうか。港町ブルース、船歌などの代表曲などで知られる大物演歌手ですね。1971年に愛は死んでもで歌手デビューし、1973年の4枚目シングル涙の恋ではミリオンセラーになり、NHK 紅白歌合戦に初出場。その後も紅白に連続参戦し、今では紅白常連組の一人とも言えるでしょう。2022年の10月には初のフランス公演を行うなど、ますます活躍の場を広げている八代さんですが、この長い歌手生活の中では病気に悩まされたこともありました。またテレビ番組の人間ドック企画では隠れ脳梗塞の疑いが見られたことや、ネット上に飛び交った序列が回っていない、滑舌が悪いという声も上がっており、現在は寝たきりという話まであるようです。また八代さんといえば離婚で大きな話題を呼んだこともありました。2021年1月に報道された増田昇さんとの離婚です。この離婚発表があった当時、所属事務所は離婚の理由について明言を避けていましたが、この離婚原因について浮気が原因との噂があったのです。今回は病気や現在、離婚原因などについて詳しく調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。さて、まずは八代さんの離婚の話題からご紹介します。八代さんは1994年に増田昇さんと結婚し、2021年1月に離婚。八代さんと増田さんは27年に及ぶ結婚生活でしたが、この離婚した原因には浮気があったと言われています。先述した通り、離婚発表当時、所属事務所は離婚原因について明言しませんでしたが、2021年7月ラジオ番組ありがとう浜村淳ですのパーソナリティである浜村さんが離婚原因を暴露していたのです。浜松さんは婿犯の浮気、同じ事務所に所属する30代の女性歌手 M さんとどうやら仲が良くなったらしいというもの。浜村さんによると、八代亜紀さんは M さんのことを自身の子供のように可愛がり、ラジオ番組のパーソナリティに起用したり、自分のコンサートで歌う機会を与えたりもしていました。同じように M さんも八代さんを母親のように慕っていましたが、その中で自然と増田昇さんとの距離も近くなり、不倫関係になったとのことでした。この M さんについて浜村さんは名前を明かしていなかったものの、八代亜紀さんの個人事務所には当時ミレアさんしか在籍していなかったこともあり、不倫相手は MILELA さんだったと広まりました。 MILELA さん本人は自分が不倫相手であることをインスタグラムのストーリーで否定したものの、その後は事務所を退社しており、不倫は事実だったのではないかという声が今も上がっているのです。またある芸能記者が浜松さんに八代さんの離婚の真相について取材した際に、浜松さんは以下のように語っています。番組で話したことが全てです。複数の音楽関係者から聞いたんですけどね、うっかり喋っちゃったとコメント。また浜村さんが語った離婚の真相について、八代の事務所はこのように返答しています。私たちはアーティストにも家族のように接していくがモットーなので、 M も毎日出社して八代や増田と一緒に食事をとっていました。昨年末に離婚の報告を受けた時は、八代が目に見えて怒っている感じはありませんでしたので、万が一事実だとしても夫婦で時間をかけて話し合って結論を出したのだと思います。離婚理由はプライベートなことなので、今後も八代は明かさないということです。離婚原因について八代さん本人から公表されることはないようですが、音楽関係者の証言や当時個人事務所にはミレアさんしか在籍していなかったことを考えると、浮気が原因で別れたというのは信憑性の高いのではないでしょうか。最後にそんな八代さんの現在についてご紹介します。何やら深刻な病気を患い、芸能活動を休止するとの情報がありました。
どういうことなのでしょうか。八代さんは2014年6月29日放送の駆け込みドクター運命を変える健康診断で人間ドックの結果レッド判定が出てしまったことがありました。医師の解説によると MRI 画像で白い影が認められ隠れ脳梗塞の疑いがあるとのことでした。進行すると脳卒中のリスクが高まるため要治療です。さらに詳しく見ていくと八代さんは中性脂肪と悪玉コレステロールの数値が基準値をオーバーしており脂質異常症であることも明らかに。脂質異常症とは血液がドロドロになる状態で動脈硬化ひいては脳梗塞心筋梗塞の危険性を高める危険な病気です。また最近ではテレビ番組に出演している八代さんについてろれつが回ってない喋り方がおかしいとの声が見受けられるようになりました。2021年11月に公式チャンネルに投稿された動画を見ても滑舌の悪さは感じ取れますね。発声が不明瞭になる原因としては脳血管疾患や歯の不具合そしてもちろん加齢などが考えられるでしょう。ですが前述のように脳梗塞予備軍ではあったものの深刻な脳血管疾患を患ったという情報はありません。もともと八代さんはあまり口を開けて喋るタイプではなく性質もハスキーなので声が内にこもっているように聞こえる傾向はありますね。そのためろれつが悪いと言われてしまう原因にはなっていたのかもしれません。ですが今年の10月2日に掲載された女性自身の記事では八代亜紀が活動休止ドアノブが回しにくいとのなんやら深刻そうな見出しの記事が掲載されていました。一体どういうことなのでしょうか。実は八代さんは今年の9月12日に自身のホームページで膠原病の治療に専念するため年内の活動を休止すると発表していたのです。少しの間大好きな歌と絵から離れなきゃいけないのは寂しいけれど必ず元気になって戻ってきますので待っててねと投稿しています。膠原病の治療は長期にわたることがあります。メディカルノートは膠原病についてこのように説明しています。膠原病の治療で重要なことが一度良くなった後も病気が再び悪くなる再燃を防ぐことです。そのために最小限の治療を長期にわたって継続する必要があります。八代さんの2024年の活動再開時期のめどが立ったらお知らせするようでおそらく本人のインスタグラムから復帰の報告があると思います。いかがでしたか。今回は八代亜紀さんについて詳しくご紹介しました。早く復帰して八代さんの元気な姿を見たいですね。復帰の報告を楽しみに待ちたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメントをお待ちしております。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ハニーフラッシュ。